はい、ブロガーのココナッツです。本日第3回目ですね。ちょっと最初が電池ね、なくなっちゃったんで切れちゃったんですけど、ちょうどですね9時15分ぐらいに私ね来て、でようやく今あの時間になろうとしてますね。でここはまあ言うところのあの展望台ですよね。この上にも一つあるんですね。ですがまあ経験上ここがいいかなと。まああのね、ここのあの袋田のね周辺、ああお伝えするのはね初めてではありません、ね、私がこうしてね。ただこうやってねあのね綺麗な時にこの皆さんにねあのお伝えする、これは初めてかもしれません。見ての通りね、ちょっと逆光がすごいです。それでもこうやってね、あの動画を通すと、ね、このね水のね流れる轟音がねすごいですよね。迫力あります。こうやって見るとあれですよね、錯覚でゆっくり動いてるようにね見えますけど、全然そんなことないですね。ねえ、すごいです。この上にもね。で、まあエレベーターでね上がってくるわけですね。まあ実言うと今日ね、ズームで 70×200mm のね 2.8 必要かなとねちょっと思ったんですけど、あのねもう袋田の滝がねもう知ってるんで、過去の経験則から。広角以外はちょっと正直ズームいらないんですね。で自分が何切り取るかっていうのも分かってると、ねえ、まあレンズの画角に関してはそういう意味ではね、あの一度来て場数を踏んでしまえばあとはできるやつですよね。まあ、実際今日ちょっとね無駄かなと思ってここであの展望台でね300リミの F2.8 3ニッパーこのリュックから取り出して写したんです。まあね遠くのものをね引き寄せるにはうってつけですね。成功です、ね、必要ないかなってね3、4でもいいかなってね、せっかく買った3ニッパーですからね。ちょっとこうやってね太陽が隠れてるところを縫うようにして皆さんにこうしてあのビデオでねアップして、要所要所こうねかいつまんででも、ね、お伝えできればと思ってます。逆にね街中ブラブラ歩くんだと思うから、ちょっと24の105はいらなかったのかなってね今だと思うんですね。16の35が逆に必要だった。これはね3ニッパーと一緒にねリュックに入れて正解です。ではですね、またあの麓に着いたらねお知らせしたいなと思います。では一旦失礼します。